今日、名古屋市の地下鉄矢事駅でエスカレーターの壁に設置された鏡。鏡を覗くと後ろを確認することができます。盗撮を防ぐために警察が設置したもので、利用者が後ろを警戒することもできますが、実は盗撮犯の犯行を未然に防ぐ効果があるといいます。ナチ理論はですね、人間の行動科学に基づいておりまして、ナッジとは英語で肘で小突くという意味で、法律などで人を動かすのではなく、小さなきっかけで無意識により良い行動を促す理論。利用者の注意を高めるほか、盗撮犯に犯行を思いとどまらせる効果が期待できるといいます。スカートとか履きたいっていう子とかも、こういうミラーがあると安心なのかなと思います。あった方が取られていることを自覚できるので便利だと思います。愛知県警昭和署は矢事駅での実証実験を重ねた上で、他の駅への設置も検討するということです。